小栗虫太郎は、日本の小説家、推理作家、秘境冒険作家。本名は、小栗栄二郎。東京都千代田区外神田出身。看護、カタカナルビと西洋の知識に彩られた、極度のペダントリー的作風で著明。代表作は、デビュー作、完全犯罪、推理小説の三大記書の一つと言われる、国史館殺人事件、秘境体験小説の連作。 人外魔境など。1901年3月14日、東京市神田旗子町で生誕。生家は、代々の酒問屋の小田原屋の分家であった。父親は1911年に死去しているが、本家からの仕送りや菓子屋の賃貸収入のため、生活には困らなかった。1913年、東京女子高等支配学校付属小学校卒業。1918年、 経過中学校を卒業し、樋口電気商会に入社。1920年10月、結婚。1922年9月、老夫の財産を元手として、周杯を印刷所を設立。閉鎖するまでの4年の間に探偵小説に目覚め、発表の当てのないまま、短編、ある賢治の遺書、現内や記録術を章と、長編、紅柄楽田の秘密、魔道寺を執筆した。 ある賢治の遺書は1927年に、その他3作は1936年に発表されている。1926年9月、印刷書を閉鎖。以後、作家デビューするまでの6年間は、無職で、暴風の収集した骨董類を売って食いつないでいた。1927年、小田誠七名義で、ある賢治の遺書を、 春陽堂の発行していた探偵趣味の会の帰還し、探偵趣味の10月号に発表する。1933年春、完全犯罪を執筆し、中学の先輩ではあったが一面識もなかった、甲賀三郎に原稿を送り、甲賀の推薦状を得て、原稿を新青年の水谷順編集長に持ち込む。たまたま新青年7月号に掲載予定だった。 横溝正史の作品が横溝の結核悪化のために執筆不能となったため、急遽代理原稿として掲載されることとなり、作家デビューを果たした。同志10月号掲載の五行殺人事件で刑事弁護士ののりみずりんを探偵役としてデビューさせる。1934年大作国士館殺人事件を新青年に発表する。 1936年、第4回、直木賞候補となる。1937年、信仰のあった、運の十三、木見た太郎と共に、探偵小説専門誌、主表の総監に加わる。1941年11月、陸軍報道班員として、マレーに赴く。この時まで海外旅行は、愚か、関東平野から出たことすらなかったという。 翌1942年は月国。1943年、マレーの秘密結社をテーマとした海峡展示会を新青年に掲載。生来病弱であり、体の衰弱が進む。1944年、長野県で菊芋から加藤を製造する事業に取り組む。翌1945年5月には、長野県へ疎開。終戦後、これからは、 長編だけにすると宣言し、社会主義探偵小説と銘打った長編小説、悪霊の執筆に取り組むが、その矢先の1946年2月10日、疎開先の長野県中野市で脳一血のため死去。死の数日前まで闇酒を飲んでいたため、死因をメチルアルコール中毒とする説が流布しているが、遺族は完全なる脳一血であったとしている。年45、 以作、悪霊は、探偵小説誌、ロックの昭和十一年四月号に掲載され、後に、笹沢佐保の手によって完結編が書かれた。九百六十八年に陶芸者が、大ロマンの復活シリーズの一冊として、人外魔教を刊行したことから再評価が始まった。陶芸者では九百七十一年までに、オグ小栗虫太郎作品のほとんどを再刊、後に再編集して、 小栗虫太郎全作品全九巻を刊行した。現代教養文庫版、小栗虫太郎傑作戦前後巻を編纂した松山俊太郎は、当原社版について、初めて網羅的な虫太郎作品集を形成したことを高く評価、しながらも、その工程にずさんな点が多いことを批判している。なお、現代教養文庫版は、当初は種村末広が担当するはずだったが、 種村が桃源者の仕事も引き受けていたために遠慮し、その口利きで松山のもとに回ってきたものという。現代教養文庫版では厳密な工程を行うと、ともに小栗自身によるごくの誤りについても修正が施されているが、これについて松山は、後に工程というものから言えば、全く邪道で、本来なら、 中期はしてもそれを残さなければならないのを直してしまったというのは私の犯罪になってくるわけですよと自己批判している。2021年に小学者大学教授の山口直隆が1941年3月から11月にかけて九州新聞などの地方紙に連載されたまま単行本化されずにいた小栗の長編小説アジアの旗を発見した。 日本と中国、上海を舞台とする家庭小説で、小栗作品の特徴である、非現実的な場面設定や難解な専門用語などは見られないという。あまりに作風が異なるために大作ではないかとも疑われたが、山口は作者の言葉が予告に載っている。また、当時の小栗の知名度から考えても、あえて大作をさせるメリットがないとして、 おぐり作品だと断定した。2021年3月に春陽道書店により、おぐり虫太郎生誕120年、没後75年記念出版として刊行された。2016年度に、成蹊大学情報図書館が、倉庫、創作ノートなどを含む資料を購入し、また、おぐりの遺族より、遺品や書籍などの資料の寄贈を受けた。 図書館では2017年11月13日から12月1日まで企画展、オグリムシタロパンデモニウムの扉を開く隊を開催した。膨大なペダントリーが最大の特徴で、作中ではカタカナのルビが多用され、様々な書物からの引用が見られる。なお、作中に登場するペダントリーは、必ずしも正確ではなく、しばしばオグリの創作や誤解が含まれていることが、 指摘されている。国士官殺人事件の工程を行った松山俊太郎は南海語以事項のかなりの部分が苦し紛ぎれの捏造と関連連合の過敏性に基づく錯誤の産物と推定されると指摘している。また、作中では暗号が品質するが暗号研究家の永田純光は、オ栗が実際に参考文献としたと推定されるのはアンドレ・ランジー。 暗号学の JCH マクベスによる英訳のみであり、暗号の個々の記述については、その中には非論理的なものもあり、マクベス本からの引用も正確でないと指摘している。もっとも長田は、仮に、いまいち冊の暗号文献を与えられたとして、誰が虫太郎のようにそれを見事に駆使して、超百科全書的な展示に置き換えることができるで、あろうかとも記している。 作品に品質するモチーフとしては、異国趣味、心理学、フロイディズム、犯罪学、生理学、オカルティズムなどがある。このほかしばしばレズビアン趣味を登場させる傾向がある。探偵小説として見た場合、形式的には本格探偵小説でありながら、舞台設定、登場人物の設定や言動、トリック、そして探偵役による推理のいずれもが非現実的、 という独特の作風で知られる。江戸川乱歩は作風の非現実を認めつつもトリックの具象化などを試みないで全体として眺めるならば、この作者はどんな本格探偵作家にも増して探偵小説的な味わいを身に備えていると評した。また中島川太郎は最も本格物らしく装って本格物でない類の作風と評している。草加三蔵は 現実世界に即した論理ではなく、著者が構築した、小栗空の内部での論理を楽しむべき作品と評した。一方で、探偵小説の本格性を重視し、ペダントリーを嫌った、坂口暗号は、SS バンダインのア流として、作風自体を否定している。この現実離れした、得意な作風について、江戸川乱歩は、少し突飛な比喩を用いるならば、 次元の異なる世界を三次元の言葉によって、非ユークリットの世界をユークリットの言葉によって、紙の上に描き出そうとする激しい情熱に取り憑かれているのだ。また、王子も、うなじは、シュールレアリズムと、それぞれ表した。文体については、悪文という評価がある一方、渋沢達彦は、意識して作り出した、スタイルであり、国史官殺人事件について、 大まかなリズムに乗りさえすれば、あの長い分量を、比較的スラスラと読み通すことさえ可能なのだと、評している。運の十三とは、無二の親友同士。一方、探偵作家として尊敬していたのは、江戸川乱歩と、夢の旧作の二人だけだったという。旧作に対しては、ドグラマグラ出版記念会の直後に、夢ののに住むばくならぬ、九州男応じた吐き程度川を干す乱と書いた。 手紙を送っている。また、乱歩によれば、虫太郎は、戦後、1946年1月に上京して、乱歩と会った際に、江戸川さん、結局僕はあなたにかなわなかったですよと語ったという。主婦を同人として、名誉関係であった木木高太郎については、あの人は大したことないよと評する一方、木木と久尾獣乱は、直木賞を取るだろうと予見していたという。 国士官殺人事件をはじめとする原稿のほとんどを妻に聖書させていた。画家の元タ武氏は1937年頃新青年の写真絵を描いていた縁で小栗家に居候をしていた。また、探偵作家の左頭現場も上京した際に2、3ヶ月ほど居候をしていたが、小栗から君には才能がないから郷里に帰りなさいと宣告されて京都に帰京したという。 極度の雷嫌いで、犬井慎一郎によれば、午後に雷雨が降ることを午前中から感知する能力があったという。幼少時に死去した父親については、自己中心的な人物として含むところがあったらしく、作品には、父殺しのモチーフが品質する。小栗のデビュー作、完全犯罪は、本来、 新青年水谷純編集長の企画として1933年7月号に横溝静止が100枚ものの読み切りを書く予定であったものが5月7日に横溝が大滑血して執筆不可能となり急遽小栗がピンチヒッターとして掲載されたものだった横溝は水谷編集長に平誤りだったが水谷からは心配することはないこちらに手頃な 長さの作品があるからと西洋に努めるよう言われたという。この水谷の手持ちの原稿というのが完全犯罪だった。横溝は世にこれほど強力なピンチヒッターがまたとあろうか。私が健康であったとしても完全犯罪ほど魅力ある傑作を書く自信はなかったと述べている。太平洋戦争の始まる少し前ある回の帰りに横溝は おぐりと二人でおでん屋で酒を飲んだ。その時、おぐりが、横溝さん、あんたが病気をしたおかげで、私は世の中へ出られたみたいなもんだよと言ったという。横溝は、アホーなことを言いなはんな。わしが病気をしても、せんでも、あんたは、立派に世の中へ出る人じゃと答えた。すると、おぐりは、それはそうかもしれないが、少なくとも二十三ヶ月早く、 チャンスが来たことは確かだからねという。横溝は重ねて、よしよし、それなら、今度お前さんが病気をするようなことがあったら、私が代わって書いてあげると答えたという。横溝は、太平洋戦争末期に岡山県に疎開し、以後もしばらく岡山県に泊まっていたが、1946年の春先、小栗から、運の13に住所を聞いたからと、突然手紙をもらった。 小栗はその手紙の中で、今後の探偵小説は本格でなければならぬ、自分も今後本格一筋で行くつもりであると、意気健康だったという。横溝も同じ思いだったので賛同し、二三度文通を重ねたが、メチルカにより、小栗の突然の不法に接したのは、唖然とせざるを得なかったと語っている。戦争中、横溝はほとんど誰とも往復せず、誰とも文通しなかった。 戦争が終わってから、また休校を温め、23度手紙を往復したかと思うと、突然、小栗休世の電報である。横溝には何が何やらわけがわからなかったが、間もなく運の13から詳しい報告を聞いて、初めて死の真相を知った。横溝は痛恨昇進の挙句、23日何もしないで寝込んでしまったという。小栗が死ぬ前に書き送った手紙で、 小栗の探偵小説に対する熱情が並々ならぬものであることが伺われ、それだけに失望落胆は大きかったという。小栗は突然の死の前にロックで長編連載を予定していた。このため同志の山崎哲也編集長は途方に暮れ、横溝に代わりの長編連載を頼んできた。当時、宝石で本人殺人事件を連載していた横溝だったが、 虫太郎のピンチヒッターというところが、いささかお戦地野郎の私の心を動かしたそうで、引き受けたのが、蝶々殺人事件だった。横溝は、虫太郎のことを思えば汚染地にならざるを得ないと、この作家の創生をはかんでいる。のりみずりん太郎シリーズ元捜査局長で刑事、弁護士ののりみずりん太郎を、探偵役とするシリーズ。長編2編と短編8編が書かれている。 人外魔教シリーズ長寿最終人の織竹、孫七を主人公とする秘境体験小説のシリーズ。全13編。単行本、人外魔教にまとめられている。アリオ人、大暗国、モボ本、太平洋漏水口漂流記、水星人、奇獣楽園、歌唱会、夕魂、堺、大五類人園、地軸二万マイル、死の万卒、キャラ絶叫。 アメリカ鉄仮面から、別代、清掃圏の遺書。日本は、太平洋戦争第一弾作戦の一環として1941年12月8日、マレー作戦を開始した。例えば、江戸川乱歩、探偵小説40年など。乱歩は、小栗虫太郎の未亡人に聞いた話としている。人外魔境、20世紀鉄仮面、他、チンギス汗の高級、完全犯罪。 国士館殺人事件、ベニガララクダの秘密、絶景万国博覧会、清掃研磨場の発掘。アンドレ・ランジー、トラレイティド・バイ・ JCH マクベス、クリプターグロフィ、1922、坂口アンゴ、推理小説について、新自信化な青空文庫。バンダインの悪影響かと思うが、死んだ、オグリム・シタロ氏などのなると、 探偵小説本来の素材が貧困で、それを減額で誤魔化す。こういう減額は、知性のあべこべのもので、実際は、文化的貧困を表明しているものなのである。1935年2月22日付書簡。西原和解、虫太郎と旧書簡。九州男は、夢の旧作。大絶は、大下うだる。江戸川は、江戸川乱歩を暗示している。乱歩はこれに対して、 君の方が僕より一枚上の作家じゃないかと返したという。五行殺人事件では、前捜査局長で、目下一流の刑事弁護士、聖矢歴聖寺院の三劇では、推理の深さと超人的な想像力によって、不正室の名を歌われた前捜査局長、現在では、全国屈指の刑事弁護士と紹介されており、国士官殺人事件の連載時の登場人物紹介では、 非職業的探偵とされている。一方で、20世紀鉄仮面では、私立探偵と自称している。この、私立探偵については転職したとする解釈もあるが、松山俊太郎は、世紀の捜査権がないことの比喩表現だと主張している。担当編集者であった戸川康信によれば、当初は解説を小田進に依頼したが断られたため、すでに同然集の、 江戸川乱歩集の解説を担当することが決まっていた、中井秀夫に対し、中井がかつて用いていた、と、秋夫の筆名を用いて執筆してもらうよう依頼した、もの。ABCDEFGHIJK 小栗、信春、昇伝、小栗虫太郎、日本探偵小説前週6小栗虫太郎集付録、草原推理文庫書集。横溝聖子、小栗虫太郎に関する。 覚え書き、白あり、小栗虫太郎傑作選2、社会思想者、現代教養文庫、1976年、川口のりひろ、直木賞物語はジリコ、2014年1月11日、29ページ、ISBN 978から4から862382061、ハットに、日本探偵小説全習刊全犯罪た一編の、 中島川太郎による解説。小栗1977、ピアニッシモ、305から307、松山俊太郎、海大松山2012、P402、松山2012、P403 20、探偵小説家の小栗虫太郎作家像の見直しも、家庭小説を確認。NHK ニュースウェブ、2021年3月3日、閲覧。江戸川乱歩も認めた。 作家、小栗虫太郎作風異なる、小説確認。NHK 首都圏ナビ。2021年3月3日閲覧。小栗虫太郎、異色の家庭小説。国士館殺人事件の探偵小説家。朝日新聞。2021年4月25日。長官、23面。小栗虫太郎生誕120年。没後75年記念出版。アジアの旗のご案内。 春陽堂書店。2021年3月3日へ図覧。小栗虫太郎関連資料について。成形大学図書館。2019年5月10日へ図覧。2017年度企画展示。小栗虫太郎パンデモニウムの扉を開く体。成形大学図書館。2019年5月10日へ図覧。中島1996。 ピアニッシモ、六66から67、松山俊太郎、海大、国士官殺人事件、小栗虫太郎傑作戦傑作戦愛社会思想者、現代教養文庫、1977年4月25日、475ページ。ISBN4 から390108867。長田の巡行、暗号と推理小説社会思想者、現代教養文庫、 1986年5月30日、204ページ。ISBN4 から390111760。ABC 江戸川1996、ピアニッシモ120から121、草加2003、ピアニッシモ496から498 49、中島1996、P66、草加2003、 p496、P 江戸川1996、p120、木木、高太郎、小栗くんについての発見。渋沢達彦、小栗虫太郎、国士官殺人事件解説、渋沢達彦全集10巻、川で処方審者、1994年3月12日 ISBN。ISBN4 から309706606。江戸川2006。 p243 小栗1987 p 付録8小栗信春昇伝小栗虫太郎 a.b. アユカワ1990 p233 江戸川2006 p242 小栗1987 p714 戸川康信編集後期アユカワ1990 p230 アユ川千1990 p235、あゆかわ1990、ピアニッシ百236から237、十七、い一んい新青年の頃、早川千九1991年11月15日、186ページ、ISBN4 から15から20万 3498X、おぐり1977、ピアニッシ三319から323、 松山俊太郎、解説。ABC 横溝静止、小栗虫太郎とピンチヒッター。AB 横溝静止、蝶々殺人事件後書き。松山俊太郎、神殿記小説と、運命の書、虫太郎論序説を兼ねて、青い詐欺、小栗虫太郎傑作戦、スリー社会思想者、現代教養文庫、1976年。戸川康信、空賢太郎編。 僕のミステリクロニクル国書館公開2016年11月25日206ページ ISBN 978から4から336058966ありがとうございます